それでは今から撮影始めていくんですけれども、こちらがスタートですね。こちらの寿司が、一応全種類になっております。こちら上寿司ももちろん含まれております。こんな感じですね。このコーンとか気になるよね。あとこのなんか大根、これなんだろう。でもこの辺定番ですよね。マグロだったりサーモンだったりっていう感じで、エビだったりとかっていうこういうのがありながら、あとここねユッケシリーズみたいなのがあるんですよ。これがちょっと気になってるんですよね。こんなのもペロペロペロってありながら、まあ、天ぷらでサクサクもしつつの、ほら軍艦もなんか行っちゃったりなんかしてっていう感じ。はい、今回は割とこういうざっくりした感じになると思うんで、よろしくお願いします。卵とこれ先付けでね出してくれみたいなんですよ。チャームシも出していただきました。で、お野菜はネギ、そしてですねこちらキノコだったり野菜だったりと。で僕は最初にというか選んだのがタンタンのスープと、あとすき焼きのスープ選びました。こんな感じでいきたいと思います。こっからね、この後に、お肉を食べまくるみたいな感じですかね。はい、それではもろもろの準備が整いましたので早速始めていきたいと思います。制限時間ですね、ラストオーダーが80分とはなっておりますので、そちらの中でどれだけ食べれるかやっていきたいと思います。それではいただきます。まあ、今日こんな感じでねいきますんで、お願いします。まずはなんといってもねお寿司いきたいと思いますね。僕ねあんまお醤油つけないんですけど、どっから行こうかな。一応今回ねバーって全部出してもらったんですけど、ここから行こうかな。よいしょ、ほい、映ってるでしょうか、長いサーモン。油がとろとろ、アナゴちゃん、うまっ。続いてこちら、うまい。牛肉のなんかお寿司あるんですよ。こんな、これもいってみよう。お寿司にも肉があるっていう。